HKT のピシャット48第3回目の今日はですね、添田町に来ております。この添田町の PR 大使をご紹介したいと思います。この方です、どうぞ。こんにちは、神奈川県から来ました、高校1年生16歳、皆さんに愛されるアイドルになりたいっちゃ、 HKT48 チーム H のあーちゃんこと渡辺あかりです。で今回ね、アシスタントの方にも来ていただいております。この方です、どうぞ。はい、福岡県出身24歳、今日も中野目にお邪魔します、博多の眠り姫 HKT48 2期生の渕上舞です。よろしくお願いします。舞ちゃんとはね、はい、あのゴボ天っていう番組で、もう久しぶりです ね、 ご一緒するのは。番組終わったら一切変わらない、ね。始まりました。今回もナレーションを務める九州プロレスのバッテンブラブラです。よろしくお願いします。バッテンバッテン。この番組は福岡の町村を盛り上げるため、 HKT48 が各地を町ブラして新たな魅力を発見するという企画です。16歳。はい、16歳です。意外とすごい、あの人見知りなところがあって、こう見えて、なのでちょっと私がサポートしていけたらなと思ってます。今日は確かに頑張っていける。はい、頑張ります。3人には現金4万8000円でグルメや特産品など町の PR になるものにお金を使ってもらいます。見事ピシャッと使い切った場合は購入商品と賞金4万8000円をプレゼント。そして今回も買ってもらうお土産を用意していますよ。いきますよ、うん、せーの、じゃーん。おいしそう、すごい。お土産は添田町の名産品詰め合わせ、役場の協力のもと特別に作っていただきました。もちろん金額は秘密、このお土産代の予想が重要な鍵となるのです。羊羹とかあるね。でこれ900円くらいな気します。そんなしないよ。しないですか。あ、難しいな、合計でですもんね。でもすごい食べ物に小映えが寄ってきてる、うん、ちょっと待って、新鮮なものだから。あっちゃん PR しに来たんだ、はい、新鮮だからね、寄ってきちゃうんですよね。お土産代の予想は、はい、じゃん、4000円です。はい、3人が出した答えは4000円。この金額を残して4万4000円で PR になる買い物をしてもらいます。お金は全て使い切らないとロケは終了しません。それでは HKT のチャット48スタートです。今回の舞台は添田町、彦山から流れる清流で育つ新鮮な農産物や、福岡では定番の柚子胡椒など大自然の恵みを受けた名産品がたくさんある町です。なんと特別に町長さんにアポをお取りしております。え、すごい。そうなの。私が事前に取ってきました。さすがだね。あ、じゃあ挨拶もできる。大丈夫。大丈夫、頑張ります。人見知れ、大丈夫。16歳だし、はい、うざーすとかじゃないの。いや、大丈夫です。大丈夫だよ、はい。というわけでまずは町長にご挨拶。こんにちは。こんにちは。おはようございます。失礼します。失礼いたします。花が咲いたりです、ね。ちょっと町長さん上手いですね。渡辺あかりです。よろしくお願いします。自己紹介。はい。100%マックスで。はい。はい。神奈川県から来ました。中学生じゃない。中学生なの？違います。中学生じゃないね。ようこそ添田町へお越しいただきました。はい、また本当先ほど見ましたように、はい、この天気でパッと花が咲いて。今回はあのご挨拶だけでなくて、はい、あの任命書をご用意いただいてるんです。すごいですけど。まず任命、はい、させていただいて。すごい。すごい嬉しい。なんと町長からのサプライズで任命式をさせていただくことに。これは貴重な体験ですよ。任命書、渡辺あかり殿、添田町特命 PR 大使に任命する。どうかよろしくお願いします。よろしくお願いします。それぞれが名刺を。おー、すげえ。すごい、ありがとうございます。うわ、すごいな。すごいマジのやつやん。マジのやつ。あともうちょっと長く見せないと、あのカメラさんとかお勉強がそうい
これで正式に匿名 PR 大使に就任したあーちゃん、バンバン添田町を PR してください。さらにもう一つ町長からのプレゼントが、バナナ羊羹、珍しいでしょ、はい、これはもうかなり昔から、バナナが高級な時にですね、バナナ羊羹作って売ってたんで、宣伝が下手というか添田町自体でそれで今回は非常に期待してます。これで成功すれば次期町長間違いない。やばい、ちょっと今のうちにこれ言っとかないとそんな町長のおすすめ PR スポットは、なんといっても彦山、そしてそこにあります彦山神宮と、神宮というように普通の神社とまた違ってましてですね、日本でも数少ない神宮との一つで、町長お忙しいところありがとうございました。早速教えてもらった彦山神宮へ。これ乗っていくんだ、わあ楽しみ、すごいな、スロープか。県内唯一の神宮である彦山神宮は標高720メートルにあるまさに神々の領域。このため参拝用におよそ8億円をかけてスロープカーが作られるほど添田町を象徴するスポットなんです。ここは小学校だったんですよ、地元の。ここはそうです、あの左手のこの建物があるでしょ、白い、これは彦山小学校っていう学校があったんですよ、はい、今後どうやってやっていこうかなって作られたのがこのスロープカーとかになってきて、観光拠点に再利用しようということで作られたんですね。わー、山だ、方面とかですね、こちらの方が、わー、すごい綺麗、鹿、イノシシ、アナグマっていう、まあ、ちっちゃいこうアライグマみたいな、タヌキみたいな、いるんですか、あ、いますいます、そういったものとかですね、よく出てきますよ。ちょっと鹿見つけたい言って、はい、鹿見つけたいわ。乗車時間は15分、残念ながら動物には出会えませんでしたが、あっという間に終点に到着です。わ、すごい、ここめっちゃ綺麗ですよ空気がめちゃくちゃ澄んでますね。すごい、急に寒いね、やっぱ山はね、本当に寒い、あ、着いた、すごくないこれ、すごくないですか、めっちゃ綺麗、立派、めっちゃ鈴でかいよ、うん、すごい、すごい大きい大きい、大きい、あんな大きいってことある、初めて見ました、え、すごい、すごすぎる。古来より神の山として信仰されてきた彦山、その中腹にある彦山神宮は日本の三大神宮と言われ、国の重要文化財に指定されています。お賽銭も1万円ちょうだい、ダメだ、投げちゃう、あ、それは多い、1万ダメ、ご利益、ご利益やけど、もうちょっと1人1で PR するのが目的なんで、遅い、ペペさんちゃんと PR してくださいよ。結局一人100円ずつお賽銭へ。何お願いしました、大使、あの大使、今日この4万8000円きれいに使い切るのと、あとその使い切ってうまく PR できますようにとお願いします。あ、素晴らしい、優等生全く一緒だって4万8000円使い切ったら4万8000もらえるでしょ、まあ全く一緒、え、何願ったの、美味しいものが食べれますように、いっぱいね、でもありそうでしたもん ね、 そうね、あ、いいとこだね、すごい、初めて来たけど、なんか気になるのあって言ってください。だろうな、いっぱい種類ありますね、え、でもやっぱ病気にかかっちゃダメなので、これ病気、病気かかったないように、16歳で燃えます気になるの、やっぱ健康でいないと、いや、そうだけど、これひこちゃんとゆずちゃん、それだ、それだ町のマスコットキャラクター、あー、幸せ守りね、大使決めていいよ、うん、体健康なんか聞かれてしまう、めっちゃ健康志向じゃないですか16歳、今なんか持病かなんかあるの、いやいや、ないです、あんの、固くなに健康にこだわるあーちゃん、本当持病持ってないよね、あーちゃん、できるだけカメラはあの前で結構後ろ向きすごいいっぱいついてます、
めっちゃついてるやん。下駄とか、あ、山伏やね、山伏、うん、領収書、ありがとうございます。あ、それ見せない。これ見せない。もう言われたこと全部やっちゃうから。これ裏のことだから。初めてだよ、領収書、値段見せたら。真面目だからね、やっぱ。びっくりしたな。そんなあーちゃんに PR 大使として初任務。添田町の魅力を聞き出すため、参拝客に聞き込みをしてもらうことに。うん、率先して PR。頑張って。大丈夫かな。どうしよう。すみません。あ早い。どうした。多分あのすいませんって言ったらこう、うん、ってこちらにいらっしゃいますよ。あ、お母さん、はい、大きめの声で笑顔でね、こんにちはっつって、はい、こんにちはっつってこんにちは。さあ、あーちゃん、添田町の魅力を聞き出せることができるのか。テレビとかはちょっとテレビとかに映るのは。 HKT48 は福岡ペイペイドームの横にある複合エンターテインメントビルボスイゾ福岡1階の専用劇場、西日本シティ銀行 HKT48 劇場にて連日公演を開催中。スケジュールは HKT48 公式ホームページ、または HKT48 チケットショップで検索。添田町特命 PR 大使に就任したあーちゃん、果たして添田町の魅力を聞き出せることができるのか。大きめの声で笑顔でね、こんにちはっつって、はい、こんにちはっつってこんにちは。添田町にお住まいの方ですか。違いますか。テレビとかはちょっとテレビとかに映るのは。もうおばあちゃん役だね。あ、分かりました。帰ってくる。こんなにダメかね。こんなにダメかね。魅力は聞き出せなかったものの、添田町での初出費は3660円でした。ロケ開始から2時間、そろそろお腹が空いてきた3人。実は町長からこんな情報をもらっていました。美味しい食べ物も、はい、やはり川魚で綺麗なあのヤマメというヤマメの塩焼きとかですね、それとか恋国コマドリというお店の名前、はい、あったよコマドリ、町長が言ってた、ね、ちょっと噂の、うん、お魚、うん、わおろ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 、本当だ、生きのいいヤマメがいっぱい、すごい、いいね。町長も太鼓判を押す地元で有名なヤマメ料理の名店、ここはぜひいただきたいところ。取材許可がいるから、うん、いける大使頑張ります。今のところ全敗だから、うん、しんちゃん頑張れ、頑張ります。怪しくない？他どういうとこしたことないです。初めてだと思う。結果はどうだ。まさかの3連敗。原因は一体何なの。 HKT48 のピシャット48って番組なんですけど、はい、って言ったらもっと声張ってって言われやばいやばいやばい、どうしよう、やばい、4000円しか使ってねえよ、お腹すいたね、あんなにヤマメいたのに、ヤマメめっちゃいたのにね。いやちょっと待って、どうしよう、これは、そうですね、 PR 大使ノート、こちらは町の情報をまとめた PR 大使ノート、行き先に困った時に使えますよ。〇〇の釣り堀みたいな書いてあります。え、どこ、これ住所とか書いてない、書いてないですね。ノートに載っているのはあくまでヒントだけ。その情報を頼りに聞き込みをしてください。まず人探そうか。お聞きしないといけないじゃないですか。町の方にやってますかね。やってるんじゃないか。どうだ。やってそう。どうする？じゃあ行ってみます。いける？先輩。先輩いける？お願いします。
HKT48 2期生の淵上舞、先輩としてあーちゃんにお手本見せてください。こんにちは。 HKT のピシャット48という番組でこの添田町 の PR をしていこうという番組なんですけれども、もしお時間よろしければ。交渉はスムーズに OK。 さすが舞ちゃん、これでノートに書いてあった釣り堀のことを聞けることに。ここにあるんですか、釣り堀って。ここから彦さんに向かって5分。そこで何か食べれたりします。食べれる。あ、マジですか。焼いて食べれる。ただ5分でね、はい、行くから。なんと釣り堀はすぐ近く。これでお昼ご飯にありつけそうですね。情報をくれたこちらのお店も PR させていただきましょう。これ全部、上の棚は全部うちで作って。手作りですか。そう、手作り。こちらは自家農園の柚子を使って柚子胡椒をはじめ、ジャムやドレッシングなど全て手作りで販売をしているお店。看板商品はこれが量り売りの柚子胡椒。すごい。これ手作りで。いや、全部手作りって柚子は。すごい。すごい。うわ、すごい。初めて量り売りって。なんかそのもう詰めてあるものを買うぐらい、ね、いいめちゃくちゃいい匂いがもうここまで来ますよ。本当に柚子のめっちゃいい匂いする。これどれぐらい持つんですか。冷蔵庫で半年。そんなに結構持ちますね。添田町って柚子有名なんですか。あのね、はい、だいたい彦さんがあるじゃない、はい、あそこが柚子胡椒の発祥で、発祥。添田の人たちはそう思ってる。私もそう思ってる。どこでも作ってるけども、うんうん、添田の人はまず彦さんだろうと。発祥から。柚子胡椒の他に3人はご主人おすすめの柚子加工品も購入させてもらいました。今日の売り上げになったな。いや、バッチリで。よかったでしょ。よかった。よかった。最初何やって思ったでしょ。さすがだ。よかった。合計2820円のお買い物。残金は41520円。お金はまだまだ余ってますよ。おい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 、天才クリスだな。おい、 PR 大使の本領発揮か。いよいよ添田町のグルメを堪能します。やわらかい。釣り堀になるよ。え、彦さんに向かって5分。そこで何か食べれたりします。食べれる。 あ、マジですか。続いて向かうのは釣り堀とグルメが同時に楽しめるスポット。そろそろ高額出費が欲しいところ。釣りしてる人いますね。いるね。問題は許可だよ。これは食べたい。すいません、突然僕らが釣りしてるところを撮らせていただけないかなと思いまして。いいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、びっくりした。びっくりした。待って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 、聞こえてきたかと思った。お母さんまさかそんなキャラと。お母さんが連れてきたのはイノシシの剥製。お店の前にいつも飾っているそうですよ。こちらは昨年3月にオープンしたヤマメ釣りが楽しめるスポット。なんとテレビ初登場です。これ釣れないと食べれないからね。そうですよね。彦さんから流れる清流だからこそできるヤマメの釣り堀。釣ったヤマメはその場で焼いてくれるというまさにここでしか味わえない絶品グルメ。果たして3人とも釣ることができるのか。そこに1匹いますよね、セプさんの近くに。どこ。本当だ。あ、あ、あ、ちっちゃった。おお、動き早いね。なかなか釣れぬ。これは長期戦になるのかと思われたその時。ああ、釣れた。おお、すげえすげえすげえ。釣れた釣れた釣れた。すごい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 。釣れました。大使急に来るね、すごい。 PR 大使にふさわしい一番乗り。さらに、おい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 、天才クリスだな。おい、そんな才能あったの。これまでの失敗を払拭する連続ゲット。あーちゃん、特技に釣りを入れてもいいんじゃない。あ、来た。おー、すごい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 。やったー。え、そんな釣れんの。やったー。だったど。続けて舞ちゃんも見事ゲット。二人とも才能あるかも。セブさん釣りました。ちょっと待って、ちょっと待って。セブさん。それどころじゃねえ。セブさん釣りました。待ってこれ待ってこれ。俺だけ飯ねえじゃん。
残すはペペさんだけ。一時は釣り芸人を目指し釣り番組にも出演していた男、矢野ペペ。今こそその実力を見せてくれ。あ、ちょっと来てる、ちょっと来てる、ちょっと来てる、来てる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 。あ、あ、あった。あ、焦っちゃった。ちょっと、あ、食い逃げされた。ビーンってなっちゃった。また食い逃げされた。恥ずかしい。おい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 、すごい、ゴッキーを釣れた。ちょっと待って、すごっ。うわー、これはペペさんの分です。あー、すごい、ありがとう。一人だけ釣れずに終了。ペペさん、何やってんすか、バッテンよ。結果、あーちゃんとまいちゃんの活躍で合計5匹をゲット。いよいよ待ちに待った添田町の初グルメを堪能します。やっ、ありがとうございます。やった、すごい、おいしそう、めっちゃおいしそう。立派やわこれ。これ今釣った魚ですもんね。大使がやっぱり、わ、緊張する。最初にちゃんと味のやつもどうぞ。いただきます。柔らかい。嘘、めっちゃプリプリしてます。めちゃくちゃ柔らかくてプリプリしてます。プリプリしてる、うん、20点厳しい厳しい厳しい。20点ちょっとお手本見せてください。わかりました。食べるのがまず早いのよ。見てください、すごい、僕の顔ぐらいありますよ。いただきます。うん、おお、柔らか。ちょっと甘くないですか。うん、甘、甘い。なんか、いや、もっともっと塩辛いのかなと思ってたんですけど。3人のグルメコメントはさておき、気になるお値段は4650円です。多少ぼったくってもらってもよかったですね。本当3匹しか釣ってくれなかったあ、そうな、3匹で計算した。あ、いい、うん、いい、いや、ちょっと待ってください。5匹分で、あ、じゃあ5匹に追加して喜んで払います。なんちゅうロケだこれ。きちんと5匹分支払って合計5550円。残金はまだまだ使える35970円。このペースで大丈夫？小田町でおしゃれなカフェとかあったりします、ね、あ、ひしみつさん、ひしみつさん、ひしみつピザ、うん、ピザ、あ、中村さん、うちからそちらに回していいですか。回しちゃう。いや、ほら、キングボンビー、キングボンビーじゃないですか、俺、俺ら、いいって、やったー、やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。次回、添田町完結編。映えるレストランや人気の名家が続々登場。出るか、ピシャッと48000円。あーちゃんの成長っぷりにも注目です。番組からのお知らせです。添田町の情報はワン福岡添田町で検索。また大任町のふるさと納税サイトでは、大任町の匿名 PR 大使田中美久さんと行くオンライントリップや、現地で一緒に回るプレミアな返礼品も用意しています。大任町ふるさと納税 HKT48 でチェックしてみてください。わー、釣れました。大使、急に釣るね。すごい。